はい、えー、どうもお疲れ様です。それではテクニカル的な市場分析に入っていこうかと思います。44週目は10月30日から11月3日金曜日までなんですけども、えー、その中でもね、えー、ポイントとなるのは31日の月曜日、日銀の 黒田総裁、あ、失礼しました。上田総裁のね、発表ですね。こちらの方が大きく相場を動かすんじゃないかなと思われます。えー、15時半から会見があります。主には金融緩和を継続するのか、それとも方針に変更があるのかってことが注目点ですね。えー、前回でしたかね、ちょっとした金利を上げるんじゃないかなっていう風な、そんなね、えー、ほのめかしに市場がちょっと反応して、実際に金利を上げたところもありましたけども、すぐにそれは沈静化して、 円圧の方向にままたた戻っていっ,たっていいう経緯がありえ、それからね、金曜日なんですけども、日本がですね、祝日でお休みでございます。ですんで、金曜日、無理に参加する人はありません。で、今週、今回の44週なんですけども、30日月曜日と、あとね、 木曜日ですね。11月2日木曜日。この2回ぐらいしかテクニカル的に参加する日がないんじゃないかなと思いますんで、この2日が一番テクニカルがしやすい日。その他の日ってのは結構荒れますので、あの、もしね、 あの、他に都合があってお忙しい方は、無理に相場の方にちょくちょく来るようなことをしない方がよろしいかと思います。まあ、いずれにしても、11月の6日から始まる45週目ってのはあの、しっかりとトレードができる、まあ、そんな1ヶ月の始まりになると思いますのでね、えー、儲ける、まあ、日っていうのは、11月は結構、 目にすることがありますんで焦らなくても結構ですえー、月末月初ってのはそれでなくても難しくなりますんでねえー、さらにそこに各種発表材料が重なるとあ混乱を期するのはねもうしょうがないですからねはいそれからこの月足読みを見せていただいてるんですけどもこの月足で言えるのは、えー、こちらにダブルトップが書かれてますよねってことですえー、もちろんね月足ともなるとテクニカルってのは非常に聞きにくいんですよ1時間と比べると本当に運泥の差です ですんで、どちらかというと、ファンダメンタルによるところが大きいんですよね。で、えっ、ー、と、エンドルの差っていうのは、総量ってから計算すると、大体ね、理論上、1ドル160円までなんですよ。今、150円前後でしょ。だから、余力ってのはあと10円ぐらいしかありません。でも、これ、理論上ですんで。 大きな財政出動とかがなければ、ドルと円の総量で計算すると、1ドル160円が妥当ということが言えますんで、えー、本当はそうなるんですけども、でもね、実際に気上の空論のように行きませんので、おそらくね、この150円前後ってのが、あの、現実の世界で釣り合うポイントなんじゃないかなっていうふうに私は考えますし、他のアナリストさんもそういうふうに考えてるんじゃないかなと思います。150円を超えて152円とか3円になると、 これ、日銀がね、ドルを売って円を買うみたいな介入が始まって、えー、結局、円高の方向に、えー、揺り動かすっていう動きが出てくると思いますんでね、まさに人の意思、これファンダメンタルでしょ、テクニカルが通用しないってことなんですよ。はい、まあでもね、テクニカル的に解釈するとここにダブルトップがあるのは、あの、ありますんで、下の方に向かう、えー、心理的な投資家さんの気持ちっていうのにはなるかと思いますね。はい、じゃあ、1週間の方見ていきます。 1>, 1週間も同じようにダブルトップが見えますんで、こっからね、緩やかに下の方に向かっていくっていうテクニカルの解釈があります、まあ、しかし、週もそうなんですけども、1週間足もそうなんですけども、ファンダメンタルの力の方が強いわけですよ、うん、だからやっぱり、いろんなね、材料のことを見ていかないと、週足っていうのは語れないかなってところがあります。 まあ、でかい範囲になりますけどもこういうふうな今レンジを作ってるとこじゃないですかむちゃくちゃでかいでしょだからテクニカルどころじゃないですよこうなると <laughs>、うん、この間でトレードするのはなかなかね酷、うん、なもんがありますよね、まあ、それだったら右肩上がりのトレンドそれからここは下落っていうふうに切っていくってことになると思います、まあ、いずれにしてもファンダメンタルですよ週も <laughs> だから材料に応じて動くってことですよね でテクニカルが効き始めるのがこの日足なんですよ今移動平均線ぶつかってますんでこれはね上昇に向かうテクニカルが働くってことになりますだから先ほどのダブルトップと判断違うでしょ、うん、あそれはそうですよねだって週足だってデイリーを7回あるわけですからそれから突き足になると30回とかですからね、うん、これはもうテクニカルの色がどんどん薄まっていってファンダメンタルの要素が強くなっていくってことですよえそれからあデイリーからあーどんどんね 時間足を小さくしていって4時間1時間15分5分1分ともなると今度はランダムウォークの系が強くなりますんでファンダメンタルはほとんど通用しなくなるっていうねこのバランスを覚えておいてくださいね長期中期短期って時間軸があった場合は長期がファンダメンタル重心でしょだから人の意思によるところが大きいとでテクニカルってのはチャートの形によって次の形が決まっていくってことになりますね そして、ここが、一番小さいのがランダムウォーク。もう適当に動くよってことです。乱数によって、1分とか5分は形成されますので、そこに理論理屈は入ってこないということですよね。まあ、これを確認しておきましょう。はい。じゃあ次は4時間です。4時間ともなると、もうね、これは、あと10月の30日ぐらいに参考にしてもらいたいんですけども、150円の壁を超えたんですけども、でもすぐにまた150円の壁を超え直して、 新しいいマーケットがここにでできててるっていうのが月曜日だと思うんですよあとは月曜日この揺り戻しがまさにダブルボトムをここに作って反発してこの間でマーケットを作るかどうかってことを確認するもしくはここを突き破ってさらにね下の方向に行ってまあ場合によってはねここの包み足が出ているこの強い要線ですかこの範囲でマーケットが作られるかもしれないなっていうふうに考えていくこともできますそうなるとね得意の 幅でしょうレンジ1円以下の、うん、70ピップス前後の幅ができますのでねここに、まあ、そうなると勝負しやすいんじゃないかなっていうところですねはいで1時間で最後まとめていきましょうもうこの1時間を見るってことはおそらく月曜日の午前中ぐらいにしか影響を及ぼさないと思いますけども今ね土曜日の朝5時なんですがほらもうすでに反応して上の方に跳ね返ってますよね まあ瞬間的なもんなんでほらねっていうほどでもないんですけどもこれ何かっていうとここで下の勢いが消されてるってことなんですよこのヒゲで、まあ、ですんでここが一つの力点になってここと符号してマーケットを決めてると上の方は149円の90銭ぐらいここでねでそうなってくると50ピップスとか60ピップスの幅が今日月曜日のマーケットになるんじゃないかなっていう風な感覚ですね じゃあ、月曜日にこのね、えー、相場解説をご覧の皆様、この間で動くレンジだと思って、午前中をお過ごしくださいということになります。はい、じゃあ今回は以上です。お疲れ様です。44週目も頑張っていきましょう。